どうよこのピッカピカの女子バッジ。奴ら感心してたぞ。やったな相棒。一度正義側になってみたかったんだよな。誰かをぶっ殺して給料もらえるとかすげえ。ああ、みんな誰かに構わずぶちのめせるって興奮してるぜ。おっと、桃当てとすね当てを置いてきちまったかな。何だ何だって？足につけるやつ。それ膝出てねえかって、誰もそのとこ打たねえよ。うーんだといいけどな。
だ。赤誰だっけ。まあいいや、一番の親友がこれを送ってくれたんだ。彼女の食料袋だ。中に羊が入ってるんだってよ。羊なんて存在しないのに。ああ、あれは羊だ。存在したのか。俺をママだと思ってるみたいだ。バカだな、全然似てないのに。ということはどこかに川があるってことだと思うか。水のない大きな川で、そこから明るい紫の光が溢れていて、大昔の人々の耳をつんざくほど静かな祈りが奥深くから鳴り響いたるって。ありえねえ。まあ手伝ってくれてありがとうよ。だが光が飛び出る紫色の大きな穴があったな。あいつ水を飲みたがってるんじゃねえか。
茶の時間だ。死だよ、死って言ったんだ。うちのタイムセールを見に来てください。そいつが